メランジェメランジェはドイツ語圏においてミルクを加えたコーヒー飲料を指す言葉である。特にビーナーメランジェといった場合、オーストリアで日常的に飲まれている種類のものを言う。これはコーヒーにミルクを加え、その上からミルクの泡を乗せたものであり、ウィーンでは1830年に初めて提供された。ビーナーメランジェはカプチーノとほぼ同じものであるが、メランジェは マイルドコーヒーで作る点が違いだと誤解されがちである。しかし、ウィーンのコーヒー会社、ユリウスマインルは、メランジェを大きなカップに入れたエスプレッソにスチームドミルクとミルクの泡を乗せたものと説明している。マンハッタンのカフェサワースキーも同様の見解である。ウィーンのカフェシュペールのメランジェは、カップにブラックコーヒーとクリーミーミルクを半分ずつ入れ、ミルクの泡を乗せている。一方で、 ネスカフェやメイベンピック、ルフトハンザのケータリングでは、ミルクの泡を乗せるか乗せないかの違いはあるが、いずれもコーヒーをココアとブレンドしたものを提供している。英語のカフェビエンナと、フランス語のカフェビエノアは通常、ミルクの泡ではなく、ホイップクリームを乗せた、ウィンナコーヒーの意味で使われる。ウィーンでも、ウィーナーメランジェと注文すれば、ウィンナコーヒーが出てくることもあるが、ウィンナコーヒーは、 一般的にはオーストリアではフランシスカーナーに相当する。なお、カプチーノも16世紀にフランシスコ海から分離したカプチンフランシスコ修道会の僧侶に由来している。ありがとうございます。